新しく内地から来た男子戦部範員が旅行橋近くの一文字山の戦績で旅行橋事件の説明を聞いている。武器は持っていない。死な事変画法第25州戦部官とは、戦部、つまり占領地において占領軍の目的や方針などを知らせて人心を安定させることを任務とする軍属。戦部工作とはそのためのもろもろの活動。 公軍する部隊や担当地域ごとに配置される戦部班が基本単位である。日本は第二次世界大戦前から占領地政策のため満州や中国において活動する戦部班を組織した。その役割は日本の目的や方針を示すことで中国側の抗日宣伝を打ち消し、日本軍に対する敵対心を減らすことで人心を安定させ治安の維持に寄与することである。 現地民との信頼関係を築くことで労働力や情報の提供など自発的な協力を得られるという効果もあった。食事提供から教育まで多岐にわたる作業が行われ、従事する専務官は武器なき戦士と称えられた。なお専務工作自体は専務班が結成させる前にも各部隊で実情に応じて行われていた。専務班による専務工作は 移動する部隊に同行して行われる従軍戦部と地域に弁行どころという拠点を用意して行われる定着戦部とではその性質が異なった。専部官は語学に引い出た者や広報業務の経験がある者が任命され、他職種との兼務も多かった。柳瀬隆氏は暗号担当として配属されたが、デザインや広報の経歴を買われ、専部官として 紙芝居を作成し上演する任務を与えられた。満州事変に伴う昭和7年の熱火作戦において、南満州鉄道総局愛路士官の八木沼竹を班長とし、他に愛路担当者3名で組織された戦部灰が最初のものだったが、予想外の成果を上げたため、関東軍が別途に編成することになる。潜部館という呼称はヤ沼が中国に存在した。 戦武士という役職から命名した。戦火や敗山兵の略奪放火に怯える民衆に、対して働きかけ、次の任務を持った。人身の安定治安の速やかな回復と維持共産、抗日思想の一層産業、経済、交通、文化の復興、建設に対する指導中国に、健全な政権を確立するための協力難演、豊か台の道路構築作業で働く。 中国人たちシな事変が法、第25週4月21日発行中国人の病気をせりょうする専務範囲シな事変が法、第25週4月21日発行昭和13年4月17日午前7時半、広州、上海間の鉄道線路が破壊されたことを、付近の中国人が発見、鉄道警備隊に報告してことなきを得た事例。列車乗務員及び、 中国人作業者が協力し15分で修理、列車は無事上海に向けて発車した。シナ事変画法第26週5月1日発行中国民衆の信頼を得るにつれて、専務班は愛護村を建設するという活動に着手する。主な鉄道と道路近くの村落をまとめ、鉄道や道路を大切にする思想の普及や指導者の要請がなされて愛護村が成立した。 愛護村では、情報連絡網の設定、担当区域内線路の巡回がなされた。また、鉄道沿線の見通しを良くして鉄道への襲撃を難しくするため、背の高い植物は刈り取り、また植え付け禁止の措置も行われた。愛護村はたくさん作られ、この村民たちにより、鉄道、自動車用道路、通信線が守られた。新紙幣の流通と宣伝をなし、 新店舗開店や工場開業及び市場開設の促進、金融と物資取引の圧線、商務会の組織指導が進められた。また、農作物の収穫と流通促進のために、集団収穫隊を作らせて、日の丸の旗を与えて、日本軍の攻撃対象とならない措置を取った上で、集団収穫の効果をもたらした。北京の日本語学校、婦助専務範員が、 大学の教室を使って教えている。シナ事変画法第25週4月21日発行現地の宣部班はいずれも旧国少年隊を組織し10歳前後から10、5、6歳までの少年たちが入隊した。旧国少年隊の指導眼目は我らは新中国建設の大使命を担うという自覚から献身的に日本と協力し中国を独身、 中国を途端の苦しみに陥らせた国民党、共産党両党を撲滅して国を救うという意思の要請が求められた。隊長は人望と学識のある優秀な中国青年あるいは学校教員等から選ばれ、訓練は学科と実地からなり、学科は精神教育、日本語教育に重点が置かれ、実家は簡単なチラシ張りから敵側宣伝物の清掃。 各愛護村の連絡、情報収集、鉄道の巡察などが実践された。中国の家庭に働きかけるために、住民の主婦や娘たちによって、婦女戦部隊が組織された。その隊長は、県庁や、県の高級管理の婦人が当たった。隊員は住民に対しての良き接点となり、戦火の後の雰囲気を改善する効果が大きかった。また、日本国、満州国、 中国の提携、婦人への知識と教養の提供、婦人の生活向上、副業の奨励などに関する広報活動と、実務も言った。ABCDE、放送ニュース解説第2巻昭和13年4月20日、放送文、武器なき戦士戦部班の活動、平和の戦士戦部班しな事変が法、第29週4月25日発行。ありがとうございます。